大学時代は学問に励むのと同時に自分自身の将来やこれからの人生をデザインするための大切な期間でもあります。中央大学はそのための独自のステップアッププログラムを用意し、キャリアデザインをサポート。多様な選択肢の中から自分の進むべき道を選ぶために準備されているプログラムです。ファーストステップはキャリアデザインプログラム。キャリアデザインノートによる自己分析やキャリアガイダンス、セミナーなどを通して自分を知り、社会とどう関わっていくかをイメージします。目指すべき将来の自分像をイメージするためのステップです。セカンドステップはより実践的な段階に入るキャリアデザインインターンシップ。実際に企業や自治体で働いてみることにより、自分の能力や課題を認識し、自分の将来像をより具体的にイメージすることができます。最後のステップ、サードステップは就職活動サポート。きめ細かい支援で個人の適性を発見し、就職活動を支援するのがキャリアセンター。就職ガイダンスやセミナーなどで学生をサポートします。中央大学では学力向上のみならず、知性×行動特性の一環として人間力、これを上げるためのプロジェクトを用意しています。一つは社会に出る体験をする、まあ、これは一つのインターンシップという形でやっております。二つ目はキャリアデザインワークショップという科目を用意しております。ここでは前に踏み出す力、これはアクションになります。考え抜く力、シンキング、チームで働く力、チームワーク、これを1年生の時から鍛え抜くことをやっております。さらに3つ目、これは C コンパスといいまして、実社会へ出るための力をつけていく、そして自分の足りないところはどこか、自分がどこを伸ばすべきかというところをきちっと把握して、どうやって早く社会人になっていくか、大人になっていくか、実社会に出るための力をつけて社会に出ていただくことを中央大学では考えております。中央大学の就職決定率は全学部平均で 97.9%、 あらゆる業界に数多くの人材を輩出しています。目指す将来を明確に形にしていく中央大学は、そんな皆さんのキャリアデザインをサポートします。